皆さんこんにちは。週刊大衆競馬記者の関根です。今週もよろしくお願いいたします。いやまずはそうですね、昨年さあ先週からの振り返りからいきたいと思います。先週は大阪杯、本命私はサリオスにしたんですけど、まあ残念ながら、着外に終わってしまいましたね。いやとはいえそれどころじゃなかったですね。コントレイルが3着でっていう、まさかのレイパパレがね、あんだけの走りをするとは思わなかったですね。個人的にはあの雨で、モズベルロ1番のこれをね結構ちょっと来るんじゃないかなと思って厚めに買ったんですけど、なのでサリオスモズベルロとかかなり厚く買ってみたんですが、まあまあ残念な結果に終わってしまいましたね。モズベルロは来たんですけどね、ペルシアンナイトとかも穴で買ったんですが、なかなか残念な結果に終わってしまいました。まあ、これで、本誌予想は、サリオスにしてダメだったんですけど、まあ、高松宮記念はレシステンシアで当ててて、その前のあれかな、春の G1 じゃないんですけどフェブラリーステークスもちょっと負けているので、これ1勝2敗負け越してしまったので、しっかりと桜花賞で勝ってタイに戻したいと思います。さあその桜花賞ですが、これはなかなか混戦ムードが漂ってますね。どの馬が、まあ一番人気おそらく白毛というところもあり、ね、阪神ジュベナイルフィリーズを解消したソダシになるかなと、解消というかまあ本当いいね、サトノレイナスといいレースだったですけどね、ここの赤い、そうですね、ソダシが一番人気になるかなというところですね。続いてまあ多分その2着だったサトノレイナスあたりが続いていくのかな。ただまあ大外入っちゃったのでね、ここがどうなるかっていうところですけど、まあこの辺りが中心になり、まあそれ以外も重賞馬がね多数いますので、これはねどうなるか本当にわからないレースですね。昨年はデアリングタクトがねものすごい足で来たのがもう記憶に新しいところですけど、さあ今年はどんなちょっと怪物牝馬が誕生するか楽しみですね。で早速私本命いきたいと思います。本誌の予想とそのまま変わらずブレずにいきたいと思います。これでずっとブレてないですね、ブレない男、この年はそれがテーマでいきたいと思います。ドン、桜花賞本命は赤い鳥の娘です。まあこれね人気にどうしてもなっちゃうかな、もしかしたら2番人気3番人気か2番人気にはなっちゃうとは思うんですけど、まあ赤い鳥の娘これね何がいいかって、一番はやっぱり何といっても決闘でしょ。ディープインパクトアパパネというもう三冠ベイビーですよ、三冠ベイビーというのは六冠ベイビー、まあ、G1 含めると何冠になるんだということになりますけど、このね里の、赤い鳥の娘、その決闘に期待ね、決闘の期待でたがわぬ活躍をしてますね。今3連勝中、新馬戦は負けてしまったんですけど、その後東京コースで3連勝しているんですけど、まあねこのレースぶりがどっちかというと地味なんですよね。前走のクイーンステークス、クイーンカップなんかも、まあ、先行して最後アールドビーブルに追い詰められるんですよね。でもそこでなんとかしのぎきって勝ったというところで、まあ、そのなんていうんですかね、最後追い詰められるっていうところがちょっと印象がこう良くないというか、大丈夫なのっていう気にさせると思うんですけど、ただねやっぱあそこで一気にセーフティーリードを保って最後までしのぎ切ったっていうところはねかなり充実してると思うんですね。でそれをしっかり勝ち切ったっていうのは本当に強い競馬だったと思ってます。でここでまあしっかり充電して中7周空けてここに挑んでくるというところで、もう調整もバッチリなんじゃないかなと思いますし、なんといってもそのさっき最初に言った決闘ですよね。ディープインパクトアパパネで、特にこのディープインパクト3区っていうのはここに来てグッと上がってくるんですよね。なのでまあサトノレイナスもディープインパクト3区で、まあ今回この2頭だけなんですよね。あもう1頭エンスージアズムもいましたが、まあまあこの3頭人気どこで行くと本当赤い鳥の娘とサトノレイナス2頭なんですけど、まあ、ここから急激にグッとクラシックで上がってくるのがディープインパクト3区なので、
もうなんかねちょっと地味なレースぶりだったのがさらにこう進化して4コーナー直線入ってグッと加速してそのまま押し切っちゃうんじゃないかなと思うんですよね。まあ、あとはねこれ金子さんの馬で4、5に入っててね、まあ、ソダシが先に行ってそこを赤い鳥の娘がなんていうか後ろを楽につけるんじゃないかなっていうところもいい枠なんじゃないかなと。まあ、何よりね赤い鳥の娘で赤枠なんでそこら辺の迷信っぽいところも重なりましてここはね来てくれるんじゃないかなと思ってます。アパパネの子って今までね、ずっとボバだったんですけど初めての牝馬ということで今までボバだとね結構若い小さい幼い時のは気性に問題があったりとかまあなんてそんなすごいかかるとかそういうわけじゃなかったんですけどなんかすごい能力を生かしきれなかったっていうところがね、まあ、まだこれからのあれもあるかもしれないですけど、まあ、それが牝馬に出てどうなるかって意外にねそれここまでは全然赤い鳥の娘難しい様子は見せてませんし、まあ、東京コースしか走ってないっていう懸念はありますが、まあ、そこら辺もね前行ってしっかり足使うっていうレースぶりなら阪神でも全く問題ないんじゃないかなと思ってます。で、ちょっとね、トラックマンに聞いてみました、赤い鳥の娘どうですかと聞いたらもう国枝さん的にもすごいこれは相当いいと言ってました。ただ国枝さんで里のレイナスもいるので、まあ、どっちが勝ってほしいっていうと同着になってほしいとちょっとね贅沢なことをおっしゃってたそうなんですが、まあ、赤い鳥の娘に関しても本当に出来は素晴らしいということで動きも全くもう本当にどんどん良くなっているということなのでこれ赤い鳥の娘本当にさらに進化してるんじゃないかなと思ってますので、なのでね多分これ勝ってきっとねオークス向きだと思われてるんですよ。東京コースで勝ってますから。なので人気もまあ3番人気にはなってくるでしょうけど単勝はねそこまですんごい低いっていうことはないと思うんですよね。そのソダシもいますし、まあ、里のレイナスもいますし、まあ一桁の後半ぐらいなんじゃないかな、7、8倍とかつけば美味しいんじゃないかなと思うんですよね。これ勝って本当オークスとかになったら 2,3 倍とかになってくると思うんでここがまあ最大の狙い目なんじゃないかなと思います。ね、地面だけいけば一番人気になってもおかしくないところで、まあ、ソダシがいたりとかするので、まあ、これは逆に隠れてると妙味があるんじゃないかなと思ってここは本命にしました。で、まあ、対抗なんですけど、まあ、本当はねもう馬券的にはこの赤い鳥の娘単勝で、まあ、あとはもうソダシと里のレイナスのどっちかで決まるんじゃないかなと思うんですけどそれじゃちょっとねつまんないし、やっぱりこう一頭何か来るんじゃないかなと思ってて、まあ、対抗に挙げるとすれば2番のファインルージュこれに挙げたいと思いますね。これもねフェアリーステークス勝っててかなりすごいこれ競馬だったですね。後方からガッとまくってきて最後すごいいい足で差し切るというところで差し切るとまあ 0.4 秒差つけたんですね鳳凰エクセルに。まあ、そのメンバーが手薄っていうところはもしかしたらあったのかもしれないですけどこの馬もね、POG のオード今今度後でねちょっと紹介しますけど取材で行ってきた時にこのファインルージュのことで非常に評価が高い一頭でした。クラシックに向けてねこれもなんか中心に行けるんじゃないかなっていうところのノーザンファーム早北の話だったのでこのファインルージュいい枠つけましたしね。福永騎手で1枠2番これコースタートポンと切ってソダシとかが先に多分ね外から行くんじゃないかなと思うんですけどそこのポケットにしっかり収まって最短距離で来て最後そのいい足で絆3区ボストンハーバーハーチボストンハーバーということで多分タフなね競馬でも全く問題ないと思うんでこの馬も3戦2勝でねかなりそこを見せてないんだけど実はまだちょっとこうね疑問視されている声があると思うのでそこまで人気にならないと思うのでこのファインルージュもおすすめしたいなと思ってます。なのでもう馬券的にはそこですね。もう赤い鳥の娘からそうですねもうファインルージュへの1点でいいんじゃないですかね。ワイド1点それで勝負したいと思います。もう、赤い鳥の娘からでソダシと里のレイナスどっちかは飛ぶ
じゃないかと。3頭で決まらないというところで行きたいなと思います、この馬券で。あとはね、他にもね、ミニアイルとか、メイケエールとかもね、気性が心配ですけど結構能力ありますしね。ククナなんかもね、阪神戦六で面白いし、かなりね、いい馬、面白い馬たくさんいるんですけど、まあここは1枠2番高枠を引いた福永騎手の手腕に期待したいと思います。じゃあ桜花賞はそんなところですかね。じゃあ今佳境に、まさに今佳境というところのピオジのお堂でございますけど、4月22日発売ということで、もう今本当にラストスパートでございます。もう昨日までかな、もう本当に入稿原稿を書いたりとかしてたんですけど、もう最後の本当にチェックなどしてるところですね。誤字脱字がないか、場面に間違いがないかなどなどやっておりますので、皆さんちょっとお楽しみにしていてください。さあ POG の王道、先週はボバを紹介させていただきましたが、あ、ボバじゃないか、ディープですね。ディープインパクト3区を紹介させていただきました。これは表紙ですね。今回はなので、桜花賞ということで牝馬を紹介したいと思います。これね、牝馬も相当いい馬が多いので、何を紹介しようかなってね、ずっと考えてたんですけど、まあまず1頭、そうですね、ノーザンファーム空港の方でですね、育成されております、ゆきちゃん、ゆきちゃんです。ゆきちゃん19、これはねいいですよ。ゆきちゃん19、名前がねもう決まってるんですよね。これシルクさんでございますね。ゆきちゃん19、ちょっと待ってくださいね。はい、もう名前が決まっております。ハイアムズビーチ、ハイアムズビーチで、これゆきちゃんで、お父さんは何かっていうと新種ボバのドレフォンです。いや、ドレフォンってっていうところなんですけど、ドレフォン200頭以上にね種付けしてて、もう人気の種ボバなんですけど、初年度から、まあ、ダートっぽいっていうね、かもうイメージが先行してしまいますが、まあ、取材していくと、もちろんダートは走るだろうけど全く芝でも問題ないという話でしたので、うん、これでゆきちゃん、これね、ゆきちゃんどっち、何がすごいって、本当ね、あのスピードも相当あるんですよ。あの詳しくは本の中であの紹介したいと思うんですけど、その反応での動きがね、あの群を抜いているということでございました。でさらに今回、あのシルクの安倍社長にも毎年のようにインタビューさせていただいているんですが、もう安倍社長の方からもゆきちゃんに関しては非常に絶賛の嵐でしたね。これね、ドレフォンってことでちょっと人気というか、まあなかなかね指名しにくいかと思うんですけど、もともとやっぱりゆきちゃんは堅実な血統ですから、しっかり走ってくる血統なの で、まあただね、確かにゆきちゃんもダートっぽいっちゃダート寄りなので、ダートになっちゃうのかなっていう可能性もね、もちろんあるんですけど、ただ本当にね、今現時点ではもうトップクラスの動きをしているということなので、これね、ドラフト本当1位で言ってもね、僕はね全然いいと思ってます。うん、逆にね、他に多分ね2位とか3位とかで注意ぐらいで取りたいなっていう人がね多いと思うんですけど、これをねパッと1位で一本釣りしたらね、おおってなると思う。でもそれぐらいいいという馬です。僕はあの合同さ、もう移動してしまったので合同撮影などでは見れなかったんですけど、取材の時見させていただいて、ほんと白毛でね可愛い馬なんですけど、もう2年連続阪神ジュベナイルフィリーズ白毛馬がなんてね、期待もね、これ全然モテる馬なので早めからも使えますし、これおすすめですね。まず1頭ゆきちゃん19で、続いてそうしたらあれですね、あれにしましょう。続いての馬は同じく新種ボバシリーズからいきましょうか。今度はノーザンファーム早北の方で育成されております、セットプレイ19、これ名前はもうセットリストと決まってます。で馬主がこれは DMM さんですね、 DMM ドリームクラブで、気になるお父さんは北サンブラック、
こちらも新種牡馬ですね。ドレフォンと北サンブラックはまあ今年はまあ一番注目というか2大種牡馬かなというところはあるんですけど、まあ、この北サンブラック3区に関しては全体的にはそうですね、まあ、まだ本当にわからないという慎重な声が大きかったですね。多かった、まあ、ただその中でも、まあ、今回では北サンブラック3区というところで去年はもうドゥラメンテとモーリスというところでどうするという感じだったんですけど、まあ、今年は本当に北サンブラック全体というよりはもうその個々の中で北サンブラック3区でいい馬っていうのがいるので、まあ、そういうところを中心に見ていけばいいんじゃないかなと思うんですけど、その中のこのセットプレーは相当いい馬に挙げられてました。ノーザンファーム早北の村上厩舎のところの馬なんですけど、本当にねすごい動きもよく、完成度も高いということで、であと何よりねこれ矢作調教師なんですけど、矢作調教師はその素質を絶賛してるということなので、こうなってくるとね去年のねコントレールを手掛けた先生ですから、その先生は間違いないというのであれば、ここは相当ね期待できるんじゃないかなと思います。まあ今のところではね長くなんかこうキレがピュッてあるっていう感じではないそうなんですけど、まあそこら辺はね本当なんかね長くいい足を使いそうって言っても切れる馬いますし、切れそうって言って結局あんまり元も子もねえじゃねえかっていうのがあるんですけど、まあそこら辺はねこっからって分かんないので、うん、いいんじゃないかなと思いますね。セットプレイ19セットリスト、こちらもね結構北サンブラックサンクということで、まあ、こちらもねそこまで人気っていうかねなかなかあれだと思うんですけど、これも上位で全然指名してもいいかなと思っております。そんなところですかね。あと1頭ぐらいじゃあ言っときましょうか。ちょっとこう穴じゃないけどなんかこうね穴どころが多かったかもしれないので、2頭ともこう本命どころでどうなんだっていうところで、じゃあ1頭あげるとすると、これはねジンジャーパンチ19、名前もうすでに決まってます。キャロットファームでプレミアムスマイル、プレミアムスマイルです。もう入厩してるんですね。めっちゃ早いですねこの馬がね。だから入厩してるってことで今回のね取材では見られなかったんですよ。ただもう取材しているもう上長や厩舎長や調教主任やっていう話聞いてると、このジンジャーパンチは本当にいいということなので、まあ、本当仕上がりが相当早くていいんだろうなというところですね。まあもちろんね、もう血統は POG ファンでおなじみですからね、ルージュバックがいて、まあ、ポタジェ、天下春などなど、もういつも人気になる馬ですけど、今年は本当に、例年以上に期待持っていいんじゃないかなと思います。うん。これはロードカナロアでね、ロードカナロアが本当に今サートゥルナーリア、アーモンドアイが引退しまって続いて出てくるのがねこれがなかなかいないっていう状況なんですけど、このジンジャーパンチ19プレミアムスマイルに関してはもうそのロードカナロアの次のスターはこれなんじゃないかなっていうね話も出ているくらいなので、うん、注目していいんじゃないかなと思います。人気どこだったらこれかなというところで、他にもねまだまだいるんですけど、まあ、ちょっと小出しにしていきたいなと思うので、今回はこの3頭ですね、お母さんの名前でいくとゆきちゃん、セットプレイでジンジャーパンチ、この3頭ぜひぜひ注目してみてくださいというところでね、あともうちょっとでございますので POG ノード、ここの中にいろいろ入ってますんで、新しくインタビューさせていただいた方や新しい企画などなどありますので、そちらもぜひ楽しみにしていてください。じゃあ、今週はこんなところですかね。来週は皐月賞ということで、しっかりこれは赤い鳥の娘で当てて皐月賞に向かっていきたいと思います。当てましょう皆さん。じゃあそんなところでね、 POG の王道も、よろしくお願いします。ではありがとうございました。